パワフルプロ野球。というわけで皆さんこんにちは、ミカミックスです。めっちゃ久々の、動画投稿ということになりまして、多分1ヶ月以上間が空いてると思うんですけれども、パワプロの2024-2025 を買ったので、まあ、ちょっとモードはいっぱいあるんですけれども、とりあえずマイライフをやっていこうと思います。で、3つあんな。プロ野球人生編、入団から引退までプロ野球選手としての人生を楽しみましょう。憧れ現役選手編、君の好きな実在のプロ野球選手になる。ああ、なるほど。これは多分1人選んで選手をね、それでまあやっていく。オリジナル選手編、これなんだ、何が違うんだ、一番上と下。これあれか、作ったやつか。作った選手でプロ野球界に入りましょうということで、一応なんか見てみよう。あのサクセス1回だけやったんだよね、プロ野球編サクセス。サクセスで、まあミート A、 パワー A、これもちょっと強すぎるから、普通にプロ野球人生編で選んで、で毎回千葉県民なのでロッテでやってますと。名前を決めていきましょう。じゃあいつもの通りミカミックスでいきましょう。まあニックネームだけでいいでしょう。で音声はまあちょっと悲しいけどなしにして、でこれは多分顔系だよね。顔もまあ別にそのままでいいでしょう。で高卒、大卒、社会人、独立リーグ。あー、これはあれかな、なんか成長曲線に関わってくるのかな、ちょっとわかんないけど大卒にしておこう。ドラフトか。どうする。まあ1位っていうのもあれだしな、かといって最下位もなくちょっとなあれだしな、3位くらいにしておこう。で誕生日は12月の31。でポジションとかそういう決めてないけど、まあ、一応外野手でやっていこうかなって感じで、はい、守備もね、まあ、ある程度上げていきたいんで。でフォーム、登場シーン付き。はあはあはあ、なんかかっこいいのないかな。特殊位置なんやねんこいつ寝てるやん、これにしよう完全に舐めてんな。でアピールポイントか、アンダー製造機とバットコントロールってなんかどっちがすごいんだ。パワーも欲しいよな。相手を選ばない対応力、勝負強い打撃、これチャンスとかがつくのかな。抜群の打撃センス、これはちょっと足だろ。鉄壁の守り、アイドルばりの甘いマスク。あ、これサブポジがついてんのか。抜群の打撃センス、これにしと。でウィークポイント、まあなしっていうのもなあれだしな。追い込まれると力む、三振。外野だから送球が下手っていうのもちょっとな。だったら左投手が苦手にしておこう。でノーマル、ハード、エキスパート、プロフェッショナル。弱い、あ、ちょ、何が違うんだ。あ、これあれか、固定か。弱い、普通、強い。ここら辺多分変わってくんだよね。そうだよね、試合レベル変動あり。まあ、最初は普通にノーマルでいいや。ミート D、パワー D、FFF。ちょっと不安が残るな、守備面に。まあ、しょうがない。最初はこんなもんだろう。2023年12月入団会見。ドラフトは3位。思ったより注目はされてるか。なるほど。怪我なく昇格レギュラー。まあ、1軍昇格だな。で、オーナーさんがいて、レギュラーを勝ち取り、チームの勝利に貢献。よろしく頼みます。で、入寮日。住代さん。所持金20万円。まあ、そうだよね。まだ別に働いてないから、お金はそんな持ってないよね。とりあえず多分大丈夫だと思います。野球道具を持ってきてないのか。ダメだこいつ、プロとしての心構えがなさすぎる。住代さんにもらってる段階でもうダメだろ。で壊れることもあります。で確かスポンサーとかにもなってくれるんだよね。奥井、まあ、いつもの通りだな。外野手同士、マルチビタミン。体が丈夫になって怪我をしにくくなる。
キャンプ初日。あ、そうそうそう、ちなみに俺野球全然知らないんで、監督が吉井さんなのかどうかもすらわからない。コーチの福浦、あ、でも福浦コーチなんだ。で、二軍監督とかはね、もういつもモブキャラだから。佐々木朗希しか知らない。ちなみにロッテなんて。で、あとそのパワプロやってた時のキャラが誰がいるかだよね、当時。いや知ってます、だって里崎とか引退したもんね。いつの話だよって感じだけど、ちょっと球界データ見よう。チームデータ、小島知らない、種市知らない、佐々木朗希すご、ちょっと待って、どうやって変えた今。趣味相当になっちゃったか。能力詳細これか。165キロも出るんだ。コントロールスタミナでも悪くなくない？普通に強えな。フォーク6、スライダー4、カーブ1、キレ、逃げ球、奪三、リリース。すごいな。あと三馬とかなんかどっかのチームで見た気がする。これ楽天とかにいなかったっけ。あ、沢村は沢村でまだいるんじゃ、まだいるんだっていうのもすげえ失礼だけどな。FA 権あと3年、何歳とか。あ、35歳か。やっぱそうだよね、だいぶもうちょっと年齢いってる。増田さんもまだいるじゃん。増田さんも34歳になるのか。あとはもうキャッチャーは分からんな。藤岡、荻野、強い、早いね、やっぱり。あ、角中まだいるんだ。ミートが強い。他は分かりませんっていう感じです。まあ徐々に覚えていこう。で、基礎練習でいいでしょ。どうしよう。ちょっとミート数上げたいけどな。でもパワーも重要だよな。外野としてのでも守備力がちょっと、俺はじゃあもうレフトかな。打てる外野手。ちょっとこれ不安だろう、 FFF は。さすがに守備面において。バンキシャ、鬼塚ルーキーの挨拶。一旦パワー C を目指そう。で、その後ちょっと守備とかにも力を入れていくか。体力が減ると成長が鈍るのか。嫁さんも見つけにはいかない。そうですね、俺も未だに嫁さんいないからな。4分の1たまらないくらいか。5分の1くらい溜まってんの。でもキャンプって成長結構するからね。あと、体力大丈夫か。荻野さんだ。先輩は巨大に見える。結果を残せば首脳陣の評価が上がる。一軍昇格のチャンスが巡ってくる。ドラフトサインって実際どんなもんなの。バレンタイン45個ももらえんの。すごっ、ドラフトサインすげえな。野球選手ってやっぱすごいな。てかやっぱりそんな送るもんなんだね、チョコレートって。2月22日これも寝た方がいいだろう。沖志保です。誰、アナウンサーの人。何、知らないんだけど。知りません。私のことご存知ないんですか。野球番組といえば沖志保。パワフルスポーツアナウンサー。注目選手推し。ミカミックス選手が推しになった。やった。ちょっと大人っぽいね、志保さんは。お、彼女からインタビューを受けた。クリスタル賞愛。何やねんそれ。で、これ寝よう、させん寝よう。あ、全回復しないんだ、あの体力量で。オープン戦開幕1軍もちろん、いきなりレギュラーも考えている。開幕1軍とかってもうだいぶあれだよね、
アガツマサンダース、ホンダナイツ、なんだそれは。あ、疲れ取れた。10割くらい打たないと多分無理でしょう。生活費5万、税金、給料が振り込まれた。46万円、すげえな、手取り46万もあんのか。まあ、1年目は住民税がかかんないからね。住民税は前年の収入によって次の年度の金額が決まるっていう感じだから。だから前年の収入がないと今年度の住民税は発生しません。おすすめスポット一応聞いとく。そう思います。まあなんとなく知っておきたいのはショッピングモールだ。アイテムを購入、サプリ、他にグッズがある。ショッピングモールじゃなくて商店街聞いとこう。趣味を持ちたいのはダーツハウスがおすすめ。ジャンソーで麻雀を楽しむの趣味か。もういいや、麻雀はね全然わかんないんですよね。プレゼント、調子と特殊能力に関係するアイテム、成長のタイプが変わるアイテム、衰え始める年齢に関係する、いきなり調子アップキャンディ、クリスタルショーイベント。え、なんかここら辺よくわかんないんだけど、ちょっとアイテムとかで見れるかな。調子バイオリズムアイテム、これ装備品、みんなの評価よくない、これアップします。その日の怪我率 10% ダウン、調子1段階、交渉材料クリスタル、特殊能力ファイルで条件をクリアするのに必要となるイベントクリスタル。え、どういうこと、よくわからない。ちょっと用途がわからんけど試合に行こう。で、なりきりはこれ守備だよな。 VR、 うん、これ試合やんない系だから、下のやつは試合プレイで行こう普通に。で、6番、木村投手ちょっとやる気なさすぎるんだけど大丈夫か。お待たせいたし、ペナントレースに向けた大事なオープン戦となります。千葉ロッテマリーンズ対オリックスバファローズ、オープン戦の模様をお伝えしてまいります。マリーンズの先発はルーキーの木村、対するバファローズの先発は右の鈴木、以上の両先発。さあ、間もなくプレイボールです。 T 岡田とかいる、4番座ってんじゃん。どういうあれだ、画面だとりあえず高速にしよう。6番、第1打席、2回の裏。いや待って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 、なんやねんこいつ本当にこれ反則とかなんない、審判こいつを許していいのか、こんな態度。鈴木ちょっとわかんない、球種が、あいきなりちょっといい球来たな。え、ちょっと待って待って、ずれちったよ。大城、ボールを掴んだ、これでワンアウト、ランナーはありません。打ち損じてしまった、ちょもう一回待ってきてくれ。よし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 、ちょこれ見るたびにな、これ毎回見させられるのこのイカれたシーン。あ、対左変わってる、ちょっと待って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 、第2球投げました、ストライク、バッター追い込まれました。久々のバッティング、ちょっと久々のバッティングだ。よし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 、2塁いけるか、足遅いけど、いやーなんかすげえ足遅い、いや無理じゃね、危ねえ。まあ、1本打てたからとりあえずいいや。あ、でもまだ起用してくれるな。 OKOKOK、 ありがとうございます。このゴミシーンはいいや。第9投げました、直球ストライク、あーなんか第2球カーソルがマジで来てねえな。打ちました、1、2塁歓迎の当たり、 T 岡田、ロックオンはついてないか、小田島取ってよ。サクセスとかロックオンついてたかんな、それに慣れてしまってるからまだ持ってきた。第4打席、阿部降板、マウンド上は横山、今日5人目のピッチャーとして登板です。ショートアームって何、まずは立ち上がりに注目しましょう。第9球、初球からフォーク、第2球投げました、ストライク、ちょっと変化球が多いな、追い込まれました。第3球を投げた、打った、ファールボールにご注意ください。最初はちょっと投げた、外れた、ボール、ミートを開いて、第5球投げた、
アウトコース。ドロップカーブ。第6球を投げた。打ちました。どうだ。ちょポテン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 。よし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 。4打数2安打。打率は5割。まあまあまあ、そのオープン戦的なものを考えると結果は良かったんじゃない？負けたけど。さて今日のヒーローは勝利投手の小田島。本当に今日は大活躍でした。知らないです。他の球団の情報もちょっと覚えていかないとな。石牌。おお、ホームラン打ってんじゃん。和田9回スリーラン。反撃ののろしにはならなかったか。いいじゃんいいじゃん。マルチアンダ。粘り打ち。チャンスメーカー対左対ストレート。へえ、ちょっとこれ計算式がよく分かんないんだけど、あ、2本打ってそのうち2本打ってるよみたいな。ちょちょ、2本打てば上がるけどそのうちできたよっていう感じか。まあ最初はやっぱ練習だよな。いや、ミート重要だよな、今思ったら。まあまあまあ、ちょっとパワーだな。ホームラン打てるくらいにはなりたい。そして3月。まだまだまだ練習しよう。あ、今日か。なんか、クリスタルが。うわ、調子が絶不調になった。マジで。やばくないか。この段階で試合に臨みたくないんだけど。絶不調俺だけやんけ。向こうの投手も絶不調だけど。各選手の調整が気になるオープン戦となりました。ベイスターズ、横浜 DeNA ベイスターズ対ベイスターズ選手も全く分かんないな。同点で、そして毎回これなのか。1本打ってからちょっと巨神にしよう。カットボールか。タイミング合いません。絶不調対絶不調。第2球、俺はこれで絶不調抜け出すって思ったけど。第3球を投げました。打ったんやったら抜けろ。お、よし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 。多分ノーマルだから守備があんまり良くないな。動きが。ナイスバッティングです。今のって多分取られてもおかしくないバッティングだったよな。さあ、あ、ちょっと待って待って待って。結局さ、でも絶不調だからさ、初球打った。強振にしてもしょうがないよね。だったら打率を上げていこう。打率を上げて調子を戻す。だって俺6割6分7厘だよ。すごくない？普通に考えて。中川、今日3人目のピッチャーとして登板です。ストレートを軸にファールでカウントを稼ぎ、フォークで三振を仕留める。へえ。第9、初球から打ってった。よし、ヒットになります。どうだ、猛打賞。ナイスバッティングです。まあまだね、ノーマルのあれだから。第9投げました。打ちました。これはでも取られるよね、多分。打球はレフトへ。掴みました。ランナー一塁に戻ります。まあでも猛打賞打ってるからいいでしょう。もう回ってはこないよね。マリン1点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローは本日3打点。今日3打点を挙げる活躍。和田とか打つな、めちゃくちゃ打つな。本当に今日は大活躍。まあ、とりあえず勝ちました。和田2回スリーラン、すげえ、めっちゃ打ってる。4打数3打だぞ。開幕1軍ある？これ。2割5分以上打てればいいっていう感じだよね、対左は。なんかもうなるべく体力は高めに保っておこう。で、そこまで練習に打ち込まなくていいんじゃないか。どっちかっていうと体調を整えることの方が重要な気がするけど。よし、不調にはなった。よし、普通になった。なんかバイオリズムみたいなのもあるんだっけ、結局。まあ、調子普通であれば、まあまあまあ。6番。ペナントレースに向けた大事なオープン戦となります。オープン戦3戦目か。埼玉西武ライオンズ、オープン戦の模様を。第1打席、マリーンズ。うん、
左か。ナチュラルシュって何？なんか相手の特能があるんだけど。ムービングファストみたいな、ちょっとボールが動くな。ちょっとまずはヒット1本欲しいな。マリーンズわずか。第2打席。マリーンズ。むしろさ、この打席のところでさ寝てるのってさ、あ、しまった。スプリット。逆に疲れないか。だって一回打席に行ってから寝るポーズを取るんでしょ。第3打席。マリーンズ。糸川。第9投げた。初球抜けろ。やばい。ゲッツになる。最悪だ。やばい、もう一回回ってきてくれ。お願いします。ここ第4打席。ここが最後の見せ所だ。成田。第9。ああ、来た。もう初球でポンポン打っていくな。岡田、落下点に入った。バックネットの前でボールを掴みました。今回は全然ダメでした。マリン敗れました。決勝グランドスラム。本当に今日は大活躍。そんなすごいのオープン戦で叩き出したのか。敗北。回満塁ノーヒット、なかなかの結果を、まあまあまあ全体的に見るとね、ダメでした。二軍スタート、まあまあまあしょうがないよそれは。お食いの有効度が上がった二軍だからか。というところで、じゃあちょっと開幕戦が終わったところになりますので、マイライフ第1回目はこれで終了したいと思います。まあ、2軍スタートになったんでね、まあ、これは全然もう予想通りというところなんですけれども、まあ、当面の目標は1軍昇格へアピールということで、ファン400人もいんだ、でも、すげえな。まあ、ちょっと1軍、上がるために、打撃ちょっと練習した方がいいかな。まあ、パワープロ自体久々だからな。ちょっとやっぱりこのスティック操作が、この微調整がまだ全然慣れないんで、まあ、続きは次回やっていこうと思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。